はい、どうも亮平です。よろしくお願いいたします。本日は ZOZO マリン前最後のラガーズの試合、エンジョイカップでの流星さんとの一戦になります。バッターには、2番の翔平が入ります。これがちょっと泳がされてしまいショートゴロになります。ちなみに斉藤先輩がランナー二塁に行きます。3番にはウリュウさん。ウリュウさんね、出たら打つっていうようなセンスの塊のようなバッティングをするので、チャンスですので期待です。これがインコース入ってワンボールワンストライクとなります。初回先制したら、まあこれね、いい流れでいけるんじゃないかといったところで、ここで斉藤さんがスチール。チャンス拡大です。いや本当に足速いナイスランです。さあ3ボール1ストライクとなって、ここでバッテリーエラー、そしてケンポの後ろが狭いところで斉藤さんが帰ってくる。バッテリーエラーの間に先制、ナイスショット。はい、4番には1年間投打の軸だった谷中が入ります。さあこれドカンとレフト線へ強烈な打球。さあどうするどうする。まあウルさんはねもうゆっくりと帰ってきます。さあ谷中が帰ってくるか。ちょっとね足が重量しすぎて足がちょっと遅くなったか。ただねしっかりとホームインでさらに追加点になります。ナイスバッティング、がっつりしばき倒してますよね。ナイスバッティングです。さあ5番の柴田さんも続けるか。初球が変化球かな、見逃してストライク。さあお次のボール、柴田さんもね今チーム内で一番まあ首位打者ですからね。これインコースの打球をドネッコで打ってライト前へ、まあ、こういうのがねやっぱ首位打者なのかなといったところです。6番ヒロトも続きたいところ。ちょっとねヒロト最近不調なので頑張ってほしい。ここで柴田さんがスチールでチャンスになります。さあヒロト、ここで返したら不調から抜け出せるんじゃないかなと。ただこれちょっと泳がされてセカンドフライとなってしまいます。ちょっとフライ多くなりましたねヒロトも。7番には高打率の谷田が入ります。谷田もね3割超えバッターですからね。さあ余談ですが、僕の幼馴染少年野球の時ずっとキャッチボールを一緒にやっていた谷田、さあナイスホッティンだ。これがレフト前運ぶ、そして柴田さんが帰ってくる帰ってくる帰ってくる、どうだ、これでホームイント、さらに点差が開きます。で打った谷田が三塁へ、これアウト判定だがアピールの結果セーフになります。これでねノータッチだったんですね。ランナー三塁になります。さあ8番良平も続くことができるか。良平もねちょっと1ヶ月ぐらい長くて、まあ、打席立ってないのもあるんですけどヒット出ないといったところで、まあ、あとでねちょっとボンダも打ってしまいチェンジになるも、この回4点の先制をしました。はい、この日の先発マウンドにはウリュウさんが上がります。ラガーズだと初登板かな、うん、で先発マスクは私良平、ウルさんとはもちろん初バッテリーになります。翔平がファースト、ヒロトがライトです、ね、攻撃のいい流れを保って、守備に持っていくことができるか、まあ、ラガーズは、ね、そういうところありますからね、しっかりと、守備をがっちり固めていきたいところです。さあ1人目1番バッター、初球はこれちょっと力入っちゃったかな、高めのボール球となります。はい、もう1球ボール挟んで、これがアウトコースにいいボール。コントロールね、でもそんな大外れすることはなかったですね、受けててこの日感じたのは。ただそんなこと言っておきながら立ち上がる先頭にいきなり四球を与えてしまいます。まあちょっともったいないけど、まあ初マウンドで立ち上がりですからね。でここで盗塁、思いっきりされてしまいます。ごめんなさいと、ちょっと取ってから遅いですね、申し訳ないです、まあ、これでピンチとなってしまいます。さあそしてこちらのバッター3ボール2ストライク、よいしょ、インコースへのまっすぐで見逃し三振となります。これはねライン上ギリギリ入ってて、いや本当にナイスボールでしたね。まあ、ちょっと交流要求とはちょっと逆球だったかなと思うんですけど、はい、そしてお次のバッター、ここちょっとねこれ取れたボールなんですよね、外れたとはいえ取れたボール、ちょっともったいなかったですね、パスボールで、ランナー進塁となってしまいます。
ワンアウトランナー三塁、まあ、守備でどうにかしなきゃいけないっつって足引っ張ってるのキャッチャーの良平です。はい、これが綺麗に流されてヒットとなり、まあ、1点を返されてしまいます。まあでも打たれるのはしょうがないかなと、まあ、僕のリードのものもあるんで。はい、そしてランナー一塁、なんかいかにも走っていきそうですよね。ただここでバッターに集中することができるか。はい、これファーストファールフライを翔平ががっちりとキャッチ。はい、これで2アウトとなります。そしてお次のバッター、はい、これもアウトコースにいいボール、ワンボールワンストライクとなって、これがピッチャーゴロ、丁寧にさばいてスリーアウト。ナイスピッチです。まあ1点は失いましたけどね、そこはまあ全然1点、この点差もあるんで。はい、この回は9番の神田さん、キャプテンですね、キャプテン神田さんから柴田さんと壮絶な首位打者争いをしています。ただこれまあ当たり悪くないんですけどね、サードゴロとなってしまいワンアウト。はい、10番は、まあ、大会規定で10番入れていいことになっているので、ベテラン高橋さんです。高橋さんはね、もう何年ラガーズいるんだろう、それこそ10年ぐらいいるんじゃないかな。さあ、こんな高橋さん、このパワーです。金属バットでここまで運ぶ。さあ、どこまでいけるか。これはツーベースでストップ、まあ、この回もねチャンスになりました。さあ、1番に帰って俊足斉藤さん、まあね、斉藤さんが塁に出れば三塁とかなったらすごい嫌ですし、まあもちろんねバッティングもいいんで返してくれるところですが、まあこれはフォアボール、まあでも嫌なランナー一塁に行きましたね。そしてチャンスで2番翔平、さあここでドカンといけるか。ただこれがちょっと詰まらされたかな、サードゴロとなりアウト。ただねこれは、それぞれランナー進塁となっているので、チャンスは拡大となり、バッターにはウリュウさんが入ります。これ高めのボール球を見逃します。さあ2ストライク追い込まれて、さあピッチャーは変化球かまっすぐか、このボールサードに詰まった打球だが、これが、まあ、跳ねた打球、まあ難しい打球ですからね、失策の間にランナー生還となります。やっぱ転がせば何かあるっていうのが臭い気ですからね。さあ先ほどホームランの谷中、またまたチャンスで回ってきました。初球はインコースを見逃します。いや、谷中も今年打点いくら稼いだんだってぐらい打ちましたからね。さあそしてお次の球、この間にウリュウさんがセカンドへ。さあこれでねワンヒットで2人帰ってこれる場面になりました。はい、そして打球、はい、いや、これもレフト前へ打球運び、まあ、斉藤先輩は普通にホームイン。とそして二塁ランナーウリュウさんもセカンド、これで大量得点になります。7点目、いや打つな、上位打線も本当につながる。はい、そして5番の首位打者柴田さん、これもしぶとくセンター前へ落とす、2打席連続安打です。いや、柴田さんもねベテランなのにどん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 、もう本当に出ればヒットですからね。はい、そして6番のヒロト、そろそろ不調を抜け出してもらいたい、本当に最近ナガーズでヒットを見ていない。はい、ただこれね、ピッチャーフライとなってスリーアウト。ただねこの回も打線がつながって追加点を挙げております。2回も引き続きウリュウさんがマウンドへ上がります。先頭、これちょっとキャッチング悪かったですね、ごめんなさい。はい、2ストライク追い込んで、さあ何を投げる、これセカンドナイスキャッチ、ナイスキャッチ、ただはい、やったー、まあね、取るところまではめちゃくちゃ良かったんですけども、その後悪送球、ただランナー進塁されなかったのはいいかなと思います。はい、ここで盗塁をまたされてしまう、もうね、言い訳になるかもしれないですけど肩マジで痛くて、ね、この週に狭山スポーツ整体院さんに、速攻駆け込みました。はいはい、そしてまあねピンチになってしまいましたが、ここを抑えていきたいところ。
ただバスターで流し打ち、うわ綺麗なバッティング。これはただね、ランナーは3塁でストップ。これで、ノーアウトランナー1、3塁となります。さあここを無失点でしのげればめちゃくちゃ流れはいい。直球がストライク、ここにビタッと決まるんですよね。ウリオさんナイスボールです。はい、そしてランナースタートもこれはちょっと投げませんでした。はい、ちょっとね、投げて変なところ投げても嫌なんで。はい、そして2ボール2ストライクになります。これがサードゴロ、取ってファースト送球。ただこれ、おいしょ、ナイスキャッチ、翔平さんナイスキャッチですね助かりました本当に。これでワンアウトとなります。さあここどうしのいでいくか。これがファール、ちょっと高かったかな、まあ、でも威力あるんでね、勝ってますよね。はい、そしてこれアウトコースのストライク、ツーストライク追い込みます。その後ボール2球挟んで、よいしょ、三振でツーアウトに。ナイスピッチです。さあここまで無失点できた。これも初球いいところ、ストライク、そこ決められたら打てないですよね。ナイスピッチです。はい、そしてこれがファーストゴロになって、ノーアウトのピンチを無失点で抑えます。次回後半戦になります。チャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。